皆さんこんにちは、あいりです。今日ですね、100均購入品です。はい、セリアとキャンドゥとあとダイソーもあります。今日はね、まとめて紹介しちゃいます。よかったらご覧ください。それではスタート。はい、今日は日用品って感じです。もう本当に日用品っていう感じですね。じゃあまずセリアからいきます。こちら、そう、これはね、もう本当に皆さんよくご存知のケースですね。これはやっぱり使いやすくて、皆さん覚えてらっしゃいますかね。先日ダイソー購入品で紹介したゴミ入れですね。捨てる袋を入れる箱がなかったので買ってきました。その後もう一つ入れたいものが他にもあって、ちょっとどっちにはまるかわからないのもあったし、入れたいものがちょこちょこあるので、今回この形を一つずつ買いました。引き出しの中こればっかり、もうこれしかないぐらい。そう、こればっかり使ってますね。次は、こちらデスクラボって書いてあります。メールボックスなんですけど、こんな感じで封筒とかお手紙とか届いたら入れるケースです。これは実は今までセリアに何回か行って、どうしよっかななんて思いながら結局買えてなかったものなんですけど、やっぱり我が家にね、こう届いた封筒とかはがきとかがもう散乱していくんですよね。ダイニングテーブルの縁にこう積み重ねていくみたいな。そう、どうせは開けなきゃいけないものは開けるんですけど、よくね、こう溜めてっちゃったりするので、これでテーブルの上じゃなくって違うところに置いておこうかなと思って、いや、もう早く開けた方がいいんですけど、お手紙こちらに入れていこうと思います。次はまな板、ちっちゃいまな板。そう、このちっちゃいまな板が欲しかったんです。私ちょっとだけ切りたい時ありますよね。例えばなんだろう、なんかちょっとだけ切りたい時、チーズとかバターとかね、なんか小さいものを本当にちょっとだけ切りたい時に、わざわざこうまな板を出してっていうのも面倒だなと思っていて、洗うのも大変だし、私はペラペラのまな板も使ってたりもしたんですけど、こういうこのちょっとちっちゃいのが欲しかったので買いました。そう、ただちょっと私これ買った後で、まあなんなら今気づいたところなんですけど、ここに段差があるんですよね。なので大きい包丁を使ってスパンって切れるのかなっていうのがちょっと疑問です。小さい包丁で切ればいいですねここにもちっちゃいまな板って書いてあります。次はトングです。そう、トング欲しかったんです。トングが我が家になくって、前にトング持ってたんですけど、それをなんか誤って捨てちゃって、誤ってってのおかしいですけど、なんかあんまり使うことないなと思って捨てちゃったんですよね。そう思ってたら、この間料理動画出してるんですけど、その時にあ、トングないって思って、やっぱりトング使うなーなんて思ったので買いました。そう、でもね、トングももうちょっとどうだろう、ちょっとこれ開けてみよう。これを今触ってる感じだと結構柔らかいんですよね。あー、ちょっと柔らかいかもしれない。ここの部分が弱いかな。もっとしっかりしたものの方がいいなと思ったんですけど、重たいものをこうできるかなっていう、ちょっと一旦これでいきたいと思います。でもすごく軽いですね。ここが山みたいな、スカラップだっけな、スカラップみたいにこうなっているので、ちょっと引っかかりそうですね。あ、でもちょっと弱かったかもしれない。これ次はアルミホイル、普通の。次はメモ用紙。そう、もうメモ用紙どんだけ買うのみたいな。もう私なんかこういうメモ用紙見るとすぐ買っちゃうんですよね。いっぱい使うので、そう、これがたくさんあっても大丈夫なんですけど、そう、このなんか大理石調のメモ用紙が可愛いですね。これはなんか本当にメモ用紙です。付箋とかこうのりがついてるわけじゃなくて、こう大理石のシンプルなメモ用紙を買いました。可愛い。次はクリアバッグです。この留めるのがついたものですね。これは皆さんももうよくご存知かもしれないんですけど、この間ね、ハワイに旅行に行って、で、去年行った時はそうじゃなかったんですけど、今年私が行った時にショッピングバッグが有料化されていて、まあ、でもすごくいいことですよね、この環境のためには。そう、それでショッピングバッグが有料だったので買ってこなかったんです。それでお土産とかをお友達に渡す時にですね、小さなコスメとかを渡す時になんか物足りなくて、こういうのに入れて渡そうかなと思って今回買いました。まあ、丸見えなんですけど、そう、こういうのはなくて我が家には。次はこれを見てた時に、あ、ちょっとこれも可愛いなと思って買いました。ストライプのフラットペーパーバッグ。でもこれ今
気づいたんですけど、デリシャスって書いてあるから食べ物用かな。これにコスメ入れてデリシャスっておかしいですもんね。なので、あ、でも食品 OK って書いてある。食品をそのまま入れられるから、本来だったら作ったね、お菓子とかを入れてプレゼントするのに多分可愛いと思うんですけど、何でもいいですよね。ま、うん、デリシャスって書いてあるけど何でもいっちゃおう、いっちゃおう。次はこちら、これはラッピングビニール袋。これもね、なんかこれの仲間に置いてあって、あ、可愛いと思って、普通のこういうビニール袋なんですけど、たまに何か渡したいなって思う時にこういうビニール袋が欲しい時があるんです。でもなくって、なんか紙の袋にこう入れて渡したりっていうのもあったので、とこれも今回我が家のストックに買ってきました。これはね、もうちょっといるかもしれないですね。なんかこういうの入れたりするのもいいですよね、この中にね。ちょっと収納考えなきゃいけないんですけど、ちょっとしたラッピングとかに使える袋を買ってきてます。次はじゃん、マスキングテープです。これもね、なんか柄がすごく可愛いなと思って、そう、あの、だいたい何かテプラとかで名前を書くときに下にマスキングテープを貼ったりするので、これ下に貼ったら可愛いなと思って、この柄が、このなんていう柄だっけこれ、あー、ちょっとど忘れしちゃいました。なんていう柄の名前か忘れちゃったんですけど、こういう柄のマスキングテープ可愛いなと思って買いました。次はこちら、ヘアアレンジスティックということで、実のところ言うと私これ前に購入したんです。結んだゴムのところに髪の毛を巻きつけて、こんな感じでね、おしゃれに作れるんですよね。最初100均で見た時に、あ、これいいと思って買ったんですけど、まあ使いこなせなくて、ほんと自分不器用で、そうなので1年間ぐらいずっと放置していて、3ヶ月ぐらい前かな、私使えないなと思って捨てたんですよ。ところがどっこい、その後ですね、いろいろこうネットを見ていて、なんかこの髪型可愛いな、どんな感じかなと思ってこう見たら、これ使ってたんですよ。簡単に使ってて、あー、これ私前に捨てたものだけど、いやでもな、なんかうまく使いこなせなかったからなと思ったけど、その動画ではすごい簡単に使っていて、再度チャレンジしたくて買いました。今度は無駄にしない、ちゃんと生かします、これを。そうなんです、もうほんと最近暑くて髪の毛結ぶことが多いから、使いこなせたらちゃんと活躍するんだろうなって思います。頑張ります。そう、頑張る私。次は封筒です。これが白の封筒ですね。 A4 のプリント用紙が三つ折りでちょうど入るサイズですと思って私は使ってるんですけど、で、これがそのまま A4 サイズが入る茶封筒です。これをよく我が家は使うことが多いので、で、ストックが、ストックって言ってるかな、我が家にある封筒がなくなったので今回買いました。本当になんか日常的なもので面白みも何もないんですけど、次はバススクイージーです。バススクイージー、これはあのお風呂の中のこう鏡とかの水滴をこうやるものが欲しいなと思っていて、なんかもう今まで使ってなかったんですよね。これなんでスクイージーで合ってるんですかね。スクイージーなん、スクレーパーじゃな、スクイージーで合ってるかな。そう、こういうのが欲しくて、そう、しかもこうフックにかけられるからいいなと思って今回買ってみました。ここのゴムの部分が使いやすいかっていうのはわからないんですけど、なんかすごくコンパクトですよね。開けてみよう。うん、こんな感じで、あー、コンパクト。あ、コンパクトですね。うん、ゴムもしっかりしてそうだから、これでちょっとやりたいと思います。次は、糸ようじ3つ。では次は、キャンドゥで買ったものを紹介します。キャンドゥはそんなにたくさんないし、もう本当に日用品って感じです。まずは、こちら、ハンガーの形をした洗濯バサミですね。こういう感じで。これ我が家で愛用していて、2つ持ってるんですけど、ちょっと足りないなと思って今回買い足してきました。コクンのね、会社用の靴下とか、私の靴下とか、コクンの普段用の靴下とかをこれに干したりとか、枕のカバーとかもこれで干したりします。なので、何かとこれ使えるので、今回2つ。買いました。次はコップとかボトルとかを洗うものですね。で、これは私今回初めて購入したんですけど、あ、ちょっと結構簡易的、簡易的っていうか、なんかこの辺大丈夫かな、あ、伸縮できるって書いてあったんですけど、思ったより伸びない。これが
このぐらいになるみたいな。まあでも、うん、十分かな、こんだけあれば。すみません、なんかもっとギューンといくのかなと思いきや、結構ちょこんとね、もう思ってたより短めだったんですけど、でもまあこのぐらいの長さがあればちょっとぐらつく感じはあるけど、でも100円だからこれで手が入らないところを掃除したいなと思います。自由自在伸縮って書いてあって、言うてもここまでだなみたいなね、そんなに広がらないって今思って次はダイヤモンド鱗取り。これはね、もう今まで何回か100円購入品で紹介してるんですけど、お風呂場の鏡を磨くものです。でさらにこの鏡のところにピタッとねくっつくので、あの保管もしやすい、保管っていうのかな、こうポッとねこうつけておけるので、何かちゃんとしまわなきゃいけないってこともないので、すごく便利です。気に入って使ってます。次はなんかもうスポンジとか掃除のものばっかりなんですけど、これが普通のスポンジです。ここにはブラックスポンジって書いてあるんですけど、キャンドゥで今回購入したんですけど、いつもセリアのこういうモノトーンの黒白黒ってなったスポンジ、食器用スポンジ使ってるんですね。これね、多分皆さん使われてる方はよく分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、これですね、これがセリアで3つセットになって売ってるスポンジなんですね。でこれもすごく使いやすくていいんですけど、これ表のパッケージを外して保管するとですね、こっち側は白いんですけど、これ表に見えてる部分、あ、わかりますか、ちょっとこの黄色くなっちゃうんですよ。ここ、まあ、袋から出さなきゃいいんですけど、なんか出しておくと黄色くなってしまったり、食器を洗ってる間こう置いてある時もちょっとここが黄色くなってきちゃうんですよね。それがちょっと気になっていて、まあ、ずっと気になっていながらそのままずっと使ってたんですけど、そうなのでこの黄色くなるのが気になったので今回こちらを買ってみました。そう、ただねこれね2個入りなんですよね。こっち3個入り、長持ちすればいいんですけど。そうで、これも表は白だからどうかな、こっちちょっとグレーでこっち白で、こういう感じでスポンジ自体は黒なんですよね。だからセリアとキャンドゥですが、一回こちらを使ってみたいと思います。楽天でもいいなと思ったスポンジがあったから、ちょっと今スポンジいろいろ試してみようかなと思います。まあでも試すって言っても結構長い時間かかりますよね。これでだいぶ持つからちょっと時間かかりそうですけど、いいスポンジがあったらまた紹介します。あ、教えてください。次がキャンドゥ購入品最後です。こちら、これはねもう毎回買っちゃってます。水切りゴミ袋、穴開きタイプです。こんな感じでシンクのところに置いて、あの下に穴が開いてるので、紅茶の割ったティーバッグとか、あの野菜の剥いた皮とかをここに入れたりしています。これすごく使いやすいし、シンプルで可愛いので、で自立するので、これはもうずっと使ってます。はい、で次はダイソーです。ダイソーもね本当に日用品、もう分かったからって言われそうなんですけど、まずはこちら面ファスナーです。これはですね、私がいつもメイクしている時に使っているこのピタッと前髪を上げるものですね。ここでこう上げてピタッと留めてるものがあるんですけど、前髪留めるっていうものなんですけど、洗面所のこの三面鏡の裏側のね収納のところに差し込んであって、でもこの開けたところの扉にこれを貼ってそれにくっつけたらいいんじゃないかなと思って、そうどうかな、そうこれは試しても何にもないんですけど、勝手に私がこういうのがあったらいいなと思って今回買いました。で片面はシールになってるから、その三面鏡の後ろのとこに貼って、そこにただピタッとね前髪留めるをこう保管できたらいいなと思って今回これを買いました。どうですかねこれちょっとこれやってみます。次はこちら、トラベル用スライダーパック。先日のハワイのパッキング動画で紹介した、あ、ちょっと貼っておきます、そこの紹介した時にもよく出てきたこのパックですね。パッキングの時にもよく使うし、引き出しの中を整理する時にもこれをよく使うので、今回これを買ってきました。でこれもう一個小さいサイズがあるんですよ。前に買ったんですけど、いつ行っても小さいサイズが売ってなくて、売り切れなのか商品としてもないのかがわからないんですけど、うん、これね、あの小さいのも欲しいです本当は。これねカラフ
フルなものもあります。これと同じ形でピンクとか入ったものもあるんですけど、私はこの白黒が好きです。次はこちら、普通のハサミ。これはただ私がパソコンをやっているところにハサミが欲しくて買ったものです。硬いものが滑らずに切れるギザギザ刃って書いてあります。せっかくならこう強力なハサミがいいかなと思って今回これにしました。そう、なんかハサミもいっぱい種類があってちょっと悩みましたね。そう、でもあんまり大きすぎなくて、でも小さすぎないこのぐらいのハサミにしてみました。はい、で最後です。内装最後がこちら、我が家のマグカップ2つ買ってきました。我が家にこれが4つあるんですけど、なぜこれを買ったかというと、割ったとかじゃないんですよ、私が割ったわけじゃないんですけど、どんたかのツイッターに愛理さんがこのマグカップを使ってるから買いましたって言ってくださった方がいらっしゃって、ありがとうございます。そう、それでその方だったと思うんですけど、このコップなんか廃盤になるみたいでもうないみたいな、なんかごめんなさい、すごいぼやっとしてるんですけど、もうなくなるのかなくなったのか、なんか廃盤になるみたいなのを私目にしました。それでなくなっちゃうのと思ってダイソーに行ったら、とりあえずこの2つがあったので買ってきちゃったなんか廃盤になるとか言われると買っちゃいますよね。割っちゃうかもしれないし、前に1回割ってるので、そうなのでもう2つ買い足しておこう今のうちにと思って今回2つ買いました。これすごく気に入ってるんです。見た目もなんか手書き風のこの線も可愛いし、大きさが何よりも私の中でベスト、多すぎない少なすぎない。なんか紅茶のティーバッグで飲もうとすると、なんかやっぱりこのぐらいの大きさがあると満足して飲めます。しっかりティーバッグの美味しさを味わえるコップの大きさなんですよこれが。なのでこれは私はすごく気に入っているので2つ買い足してきました。はい、ということで以上100均購入品でした。そう、なんかね、新しい商品ですよとか、これすごくいいですよ、可愛いの見つけたとかじゃなくて、本当に日用品のものが多くて面白みに欠けるかもしれないんですけど、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ちなみにお伝えしますとですね、セリアで購入したこの封筒ですね、茶封筒と白い封筒、ダイソーだったらもう少したくさん入ってありました、同じもので。これ13枚入りだったんですけど、ダイソーのはもうちょっと多く入ってましたね。こちらを先に買っちゃったので、もうダイソーのは買わなかったんですけど、これから封筒を買うときはダイソーで買おうって思いました。なんかちょっとミニ情報です。はい。